僕は今大宮駅に来ています。本日はここ大宮駅から仙台駅まで復旧したばかりの東北新幹線に乗ってみたということで動画をお送りしたいと思います。それでは本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。東北新幹線は2022年3月16日に発生した地震の影響により、発生当初は那須塩原盛岡間で運転を見合わせていましたが、徐々に運転を再開し、ついに撮影日の本日4月14日最後の不通区間となっていた福島仙台間が運転を再開し、約1ヶ月ぶりに東北新幹線は全線で運転を再開しました。ただし完全に元通りになったのではなくて、途中徐行区間があるためしばらくの間は臨時ダイヤでの運転となります。所要時間は東京仙台間で通常の約30分程度、東京盛岡間では通常の約1時間程度多く時間がかかる見通しです。そして運行本数も通常の8割から9割ほどに減らされているようです。今回乗車していくのは大宮6時37分発はやぶさ209号の新青森行きです。こちら停車駅が結構変わっていて、大宮仙台間はノンストップ、そして仙台駅から新青森駅まで東北新幹線内各駅に停まります。はやぶさ号というのは主に新函館北斗行きと新青森行き、そして盛岡行きに分けられていて、盛岡行きの場合は仙台盛岡間各駅停車というのはありますが、新青森行きで仙台以北各駅停車というのはかなり珍しいと思います。3月16日に発生した地震から約1ヶ月、4月2日には山形新幹線が、そして本日ついに東北新幹線、秋田新幹線が全線で運転を再開いたします。東北へのお出かけ、どうぞ行ってらっしゃいませ。というわけで、前に E6 系、後ろに E5 系をつないだ計17両編成の新幹線がやってきました。小町号が仙台以南で運転されるのも約1ヶ月ぶりです。そして今回乗車していくはやぶさ209号が、東北新幹線が全線運転を再開して初の下りのはやぶさ号となっています。側面 LED には約1ヶ月ぶりとなるはやぶさ、そして新青森の表示がされています。次は仙台ということで、ついに本日東北新幹線が全線再開されたというのを実感させます。ということで6時37分定刻通り大宮駅を出発です。ホーム先端ではご覧のように駅係員の方が横断幕を掲げていました。本日も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は1号車から10号車がはやぶさ号新青森、11号車から17号車まで小町秋田行きです。こちらが今乗車しているはやぶさ209号の特急券なんですけれども、大宮駅6時37分に出発をして仙台駅には1時間41分後の8時18分に到着予定です。臨時ダイヤの山彦号は大宮仙台間は1時間55分ほどということで、はやぶさ号と山彦号では所要時間がだいたい15分ほどしか変わらないようですね。ただしはやぶさということで全車指定席、さらにはやぶさ料金が徴収されます。ちなみに東北新幹線で使われている E5 系というのは前期車と後期車があって、その前後期車を見分けるポイントとしては、普通車に全席コンセントがついているかついてないかという点です。今回乗車している E5 系は全席コンセントがついているので後期車ということですね。コンセントが普通車に全席ついているのか一部ついているのかというのは JR 東日本のアプリで確認することができます。臨時ダイヤでは郡山仙台間で徐行運転が行われます。それ以外の区間に関しては通常通りの速度で運行されます。那須塩原駅を通過です。地震発生当初はここ栃木県の那須塩原駅から岩手県の盛岡駅まで運転を見合わせていました。新幹線の運休区間では新潟の方から E653 系という特急型車両を東北の方に持ってきて、東北本線経由での臨時快速を運転するほか、常磐線特急の日立号を
原の町仙台間で臨時快速、そして乗車券のみで乗れる列車にしたりなどとして東北新幹線の救済を行っていました。郡山駅では東京を先に出発したやまびこ343号の仙台行きを追い抜かします。こちらのやまびこ号に使用されているのは E2 系ですね。そしてこの郡山駅から仙台駅までというのがこの臨時ダイヤでは肝となる徐行運転区間となっています。ただいまの時刻は7時27分ということで、大宮駅を出発してから50分ほどが経過をしています。大宮仙台間でも通常より少し遅い気がしますね。ここから仙台駅まではあと55分ぐらいかかります。速度がどんどん落ちてくると思ったんですけれども、すぐに速度制限がかかるわけではないんですね。5分ぐらいするとみるみる速度が落ちてきて、郡山福島間に関しては全体的に150キロ前後での運行となっていました。福島駅を通過していきます。ここから北側の福島仙台間というのがついに本日登校日だと昨日2022年4月14日に運転を再開したばかりの区間となります。先月の地震で最も被害が大きかった区間というのが、先ほど通過した福島駅から次の白石蔵王駅間です。白石蔵王駅の南約2キロほどの地点では H5 系と E6 系で運転されていたやまびこ223号の計17両編成のうち16両が脱線してしまうというなかなか大変な事態が起こりました。車両の脱線の他にも電柱が曲がったり、そして高架のコンクリートが崩れたりなると、当初の予定では4月の20日前後運転再開の見込みでしたが、全線運転再開はなんと1週間も早まりました。脱線した車両を移動させて、そして高架を工事したりと、なかなか大掛かりな作業が必要だったと思いますが、そのような大掛かりな作業でも1ヶ月を切って営業運転ができるほどにまで回復できてしまうという日本の鉄道技術の凄さには本当に毎回驚かされます。同じような地震が去年にもありましたからね。現在は臨時ダイヤで通常よりも30分ほど東京仙台間で余計に時間がかかってしまうと言っても、先日まで運行されていた臨時快速を使っていった場合だと4時間くらいかかってしまうので、在来線と比べたら早くて快適というのは間違いありません。まもなく仙台です。仙石線、仙山線、常磐線、仙石港北ライン、仙台空港アクセス線、仙台市地下鉄、南北線、東西線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。仙台の次は古川に停まります。8時18分、大宮駅を出発してから1時間と41分で帝国通り仙台駅に到着しました。仙台駅では向かい側のホームにイーストアイが停車をしていました。今回の運転再開に備えて先日試運転などを行っていたのでしょうか。仙台駅では駅係員の方がホームに出て到着した新幹線のお出迎え、そしてお見送りをされていました。というわけで今回は2022年4月14日に全線運転再開を果たした東北新幹線に乗車をしてみたという動画でした。参考になったら幸いです。それでは本日の動画は以上となります。コメント、評価、チャンネル登録、何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。